い、皆さんこんにちは。こんにちは。今回は、インディーゲームウィークを振り返ってアワードの発表を行いたと思います。ということでね、まあ、2人しかいないですけど、パチ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 ということで、はい。今回インディーゲームウィークというのはですね、まあ、IGN ジャパンの主催する、まあ、イベント、まあオンラインのイベントでしたが、具体的に何をやったかと言いますと、26日から、まあ、ちょうど今日の31日まで、いろんなプレビューを発表し続けて、ゲームの、感想というかインプレッションを書いてきました。はい。でこの、なんていうかプレビューを出す過程と同時にですね、ライターの皆さんには気に入った作品をピックアップしてもらいまして、そのピックアップを集計して今回のアワードの、なんていうか受賞作品を決めております。はい。ということで、すでにアワードの、内容の方は発表していますが、まあ、このイベントまだ最初なんで、そんなにいっぱいいろんなアワードがあるわけじゃないんですけど、3つあります。はい。一応1つずつね、説明したいと思いますけど、はい、1つはですね、今回スポンサーになっています AMD さんから与えられる AMD 賞です。こちらちょっと豪華なね、商品が当たるっていう手前、国内作品限定にさせていただきました。まあ、っていうことは発送がちょっと大変だっていうのが実はありましたね。なので国内作品から、限定して、優秀作品に贈られます。はい。で次はですね、最優秀完成作品賞、まあ、名前の通り完成作に贈られる賞です。今回その応募したゲームはですね、完成した作品もありにしておりまして、はい、埋もれたインディーゲームを発掘するという、まあ、コンセプトが、ね、あったので、まあ、完成しててもまだまだ知られてない作品があるだろうということもありまして、こちらの賞を用意しました。はい。はい。で最後がですね、最優秀期待作品賞ですね。まあ、こちらは分かりやすく、まだ完成してないけど、まあ、完成したらきっと素晴らしい作品になるだろうと、まあ、みんなやりたくてたまんない作品を与えるということで、まあ、一番メインの賞になると思います。はい。はい、この3つでいきたいと思いますが、早速ですが、はい、まあ、さっさとさ、発表してしまいましょう。ということで、お願いします。別にドラムロールとかないんですけど、口でやるとか、ね、あるかもしれない。ダラッラッ。じゃあ、最初の発表いきます。はい、AMD 賞はですね、いきます。アンリアルライフ、箱生活さんの、作品です。おめでとうございます。ということでですね、こちら AMD さんに、タイトルの、リストと、トレーラーを見せて、まあ、我々のなんか初見っていうか、どういう作品ですかっていうのを与えたところ、まあ、こちらが気に入ったということになっております。うん、アンリアルライフは非常に日本でもある程度有名な作品だとは思うので、皆さんご存知かもしれませんが、ね、まあ、千葉さんはゲームプレイもしたんですよね。はい、してます。どんな感じの作品ですか？まあ、ゲームプレイとしてはポイント&クリックですね。はい。まあ、ドットあピートピートじゃないやピクセルアートスタイルのポイント&クリックアドベンチャーで、まあ、ちょっと謎多いサイコメトリーを軸にしたゲームプレイがまあ特徴となっていた。あと色ですよね。やっぱビジュアルが特徴だと思います。はい。青い色がメインカラーで、まあ、常にね、基本的に夜のテーマのゲームなんで、だいたい夜のシーンばっかというところがありますね。うん、はい。まあ、こちらの賞の方はですね、まあ、全然我々のライターからの評価というか、人気もすごく高くて、皆さんやっぱりこのゲーム気に入っていらっしゃるようで、まあ、やはりこのテイストというか、ピクセルアートの雰囲気と、この全体のミステリアスなやつが、まあ、マッチしているということなんだと思います。はい。箱生活さんはドット絵 の絵師というかでかなり有名な方で、これまでかなりそのドット絵をいろいろ発表してきて、海外にも知られているドッターだと思うんですけど、このタイトルで、うん、まあ、ゲーム作品としては大きなタイトルとしてはおそらく初めてなんですけど、まあ、ますますご活躍を期待しておりますので、はい、後日、プレゼントの方を送らせていただきます。はい。まあ、このプレゼントはちなみに AMD さんの、PC っていうのは AMD 賞になってますので、まあ、ぜひとも使ってください。はい。はい。まあ、大きな荷物が届くかもしれません。そうです。じゃあ次行きたいと思います。はい。次はですね、期待作じゃなくて完成作もですね。はい。こちら、すべてのリストした完成作品の中で最も優れた賞ですが、こちらの、受賞作品は、ドロロン、エヴァンズ・リメイン、エヴァンの残したものという、まあ、はい、このタイトルついてますね。おめでとうございます。おめでとうございます。はい。こちらは、千葉さん触ったことないですか？僕はないんですよね。はい。
これもね、ライターの方からかなりの、推しが、ありまして、はい、最初に、作品リストを渡したら、これやりたいって声が複数上がったぐらいだったんですね。うん、で完成作品なので、すでに公開されてまして、Steam での、評価も、非常にもう高い、圧倒的好評レベルなんでしょうかね。高いので、まあ、ある意味その内容に関してはもうほとんど不安はないんですけど、このゲームの良さっていうのは、まあ、アデユーさんがね、我々ではね、はい、プレビューで書いてるんですが、まあ、ちょっと内容自体は分かりやすく言うと 2D のプラットフォーマーのパズル要素があるっていう、まあ、シンプルなゲームなんですけど、どうもその設定とこのミステリアスなその謎が、まあ、最終的にはうまいツイストを生むということです。でここはネタバレなんで、アデューさんのプレビューにも伏せられておりますので、実際にはプレイして確かめてください。そうですね、これ6月か5月頃に確かリリースだったと思うんですけど、うん、これまでも、まあ、その SNS とかで感想を見ていいですよっていうのを聞くんですけど、具体的なことは誰も教えてくれないんだよね。どこがいいのか、ね、気をつけてるっていう感じ。そうですね、なんか結構大ネタが仕込まれてるっぽいんで、まあなんか逆に言うと、いつかネタバレのレビューとかも書いてもいいのかもしれませんけどね、ネタバレ。そうですね。うん、で、まあ、ただそういうストーリーだけじゃなくて、非常に丁寧に作られた作品なのは、トレーラーを見ていただければ分かる通り、まあ、ドット絵が非常に雰囲気がありますし、この女の子の主人公が、まあ、結構ね、普通のゲームでは出てこない雰囲気ですよね。なんか帽子かぶった女の子、やたら跳躍力が高いんですけど。そうはまあゲーム的な白い子ね、うん、白い、うん、白い帽子を。この子がエヴァンではないんだよね。エヴァンっていうのは別にいるんだよね。別にいまして、このエヴァンが残したものが何かっていうのがゲームのメインの目的ですね、うん、はい。天才少年だったらしいですよ、エヴァン自体は。はい、ほう。ということで、まあ、こちらの作品、まあ、すでにね、海外のショーとかにも入ってまして、日本語もバッチリ入ってるので、まあ、プレイしやすいと思います。はい。一応、たまたまですけど、11月3日まで、Steam の方では 20% 引きで、なんと576円という、まあ、超安価なゲームチャンスですね。ぜひともやってください。で、こちらに対しては、はい、オーメン様からいただいた、ゲーミングの周辺機器を送らせていただきます。はい。はい、次いきます。次は最後ですね、はい。完成作品ではなく期待作の方ですね、うん。最優秀期待作品は、まあ、今後リリース予定の作品の中で最も優れた作品です。我々が選んだのは、はい、スターストラック時をつなぐてクリアテデリック様の開発のゲームです。おめでとうございます。おめでとうございます。ということでね、こちらはまあIGN ジャパンでもかなりね推してますし、僕も大好きなタイトルなので、はい、まあ、ある意味順当だったかなと思いますが、今回やはり日本語版がついたのが大きかった。そうですね、ちょうどこの前後に。そうですね、前後というか前ですね、ちょっと前に、まあ、むしろ合わせてくれたんですけど、今回のイベントに、うん。まあ、それでまあライターの方々も初めてプレイする人がいまして、で、うん、その人たちもまあ軒並みやっぱりすごい面白いということなんで、もう皆さんすごく安心しておすすめできるタイトルです。で、プレビューの方は今回は藤田翔平さんが書かれておりますね。まあ、はい、変なゲームだったぞっていうプレビューだったんで、変なゲームだったけど、いいことはビシビシ来たぞってことだね。来たぞって、そうですね。うん、まあ、こちらのタイトルもね、なんかまだそのプロローグ版で、その完成作品は分かんないですけど、まあ、ところどころ、そのツイストというか、まあ、変な設定っていうこともあって、どんでん返しみたいなのがありそうな雰囲気もありまして、はい、まあ、確かに、その、ネタバレを恐れると、あまり言えることがないんですが、まあ、分かりやすく、その、なんていうか、その、ビジュアル的に、可愛らしかったり、なんか手が出て大暴れしたり、うん、あと、なんかギターフリー、フリークっていうか、ギターヒーローみたいな、音ゲーがあったり、バリエーションが豊富っていうところで、すでになんかその人の興味は持ちやすいと思ってるんですよ。そうね、まあインパクトあるし、まあどうなってんのっていうのがまず誰もが気になるところだよね。このゲームは一体何っていう。まあ基本的にはアドベンチャーの中に、まあ、ミニゲームがいっぱい入ってるって形なんですけど、まあ、ただ僕がちょっと強調したいのは、これそういうなんかそのバラエティがいっぱいで、なんかカオスなゲームではないと思ってるんですよ。なるほど。的にこれらのゲームプレイ自体は意味あるものとはなるっていう、何かしらの理由があって、このいろんなものが入ってると。そうそうそう、
はい、いろんな表現をしてると。してるし、ストーリー自体も非常に、なんていうか、難解とは言わないんですけど、なんかその人を食ったような内容になってるんですけど、最終的になんか描きたいテーマっていうのが、すでにこのプロローグという呼ばれるそのデモ版からは見えてるので、うん、まあ、やっぱその、日本語でなってすごく分かりやすく なったので、プレイした人にとっては、なんか心を、なんかその、まあ、えぐられるまでいかないけど、結構刺さるところはあると思います。実際、うん、ちょっとやっぱりダークな話の展開を予想されるので。はい。なので、本当に期待作であることは間違いないということで、こちらに対しても、オーメンの、ゲーミングアクセサリーが贈られます。ということで。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。ということでですね、いろいろ、今回の発表がありまして、アワードが決まりましたが、その他の優秀作品というか、いろいろいいものがあったんで、簡単にちょっと言及していきたいと思います。はい。千葉さんが、挙げる中では何か良かったものありますか？僕が挙げる中だと、まあ、たびたび話してるゲームだとチキンポリスですね。チキンポリスですね。これはまだリリース、もうそろそろリリースなんだよね、これは。チキンポリスちゃん。あ、もうあの完全版が出るんですね。そう、まだ出てないけど、もうじき出る。来月かな、11月に。来月じゃないですか、11月ですね、もう多分。もう動画出ているタイミングは。はい、まあ、こちらは、日本語のね、あのデモもね、オープンっていうか、そのパブリックで公開されてるので、はい、やりたい人はすぐできるんですよね。そうですね。動物が主人公のノアールモノと。はい。まあ、色味がね、渋いんですよね、モノトーンで。まあ、いわゆるね、本当にノワールっていう感じですよね。うん、まあ、僕もすでにこれはやってますけど、まあ、本当に報復絶踏というか、報復絶踏は言い過ぎなのかな。なんて言おうかな。なんか、何考えてんのこの人らみたいなところありますよね。そうだね。リアル動物だからね。キャラクターが全員動物なんですよ。ボディは人だけど、顔が、実写なんだよね。うん、特徴的な実写ってとこだよね。アニメとかはたまにあるけどさ。そうそう、実写動物で行くのはかなり珍しいと思っていて、そこはかなり、でもかっこいいんだよ、ちょっと。色味もあって。かっこいいし、なんかね、犬とか出てくるけど、犬の種類も複雑、結構そう、いろいろね、いろいろいるし、今図鑑もあるしね、なぜか。あの図鑑すごくいいですよね。この動物が出てきましたっていう。あと、やっぱり、なんかその、このなんかキャラクターには、やっぱこの動物だろうみたいな、やっぱり透けて見えるところが少し面白くて、うん、そうね、やっぱり犬はちょっとね、警察にさせられるんですよ。警察の偉い人とか。そうそう。ちょっとお堅い偉い人みたいなね。そうなんですよ。悪いネズミとかでしょ。そう、悪い。なぜかね、海外の人って、マフィアにネズミ使いたがる。ズートピアでもそうでしたけど。まあ、そこら辺のやっぱり、案にメッセージがね、見えてくるところが面白いところ。面白いですね。うん。はい。まあ、あと、僕はその完成作の中では、今回で初めて知ったのは、スペースメックパイロットですね。あ、これは僕も今回初めて知りましたね。このタイトルでも非常に評判良かったですね、今回の。評判は良かったですね。まあ、このタイトルでもすでに知ってる人は結構知ってるっぽくて、なんか無料ゲームで出てて話題になってたっぽいんですよ。まあ、実際やってみると、ぶっちゃけ言うとクリッカーゲームなんですけど。その放置して、放置して時間が経つと数字が伸びてってってやつね。伸びてて。ただその伸びてくパラメータを増加させると、まあ、加藤っていう子がね、電話かけてくるんですよ。うん、です。加藤と電話しながら、その加藤とのストーリーがメインのなんかコンテンツって感じです。このなんか構造は非常にうまくできてまして、うん、その基本的にシューティングゲームのパロディー見たくなってるんだけど、あれ孤独じゃないですか。見た目がもうシューティングだもんね。そう、かなり孤独、宇宙を一人で戦ってるだけで孤独なんですよ。うんうんうん、で孤独の中に加藤が電話かけてくるから、すごい、ね、嬉しいの。加藤はその、で、誰、どっちなの？僕はパイロットなの？それと加藤はパイロットなの？あ、それね、すごい重要な問題ですけど、まあ、ちょっとだけネタバレになるけど、うん、ね、プレイヤーはプレイヤーです。つまり、主人公はいません。あなたです。これは、ぶっちゃけ言うと、ワンショットです。ワンショットと同じ構造で、ね、これはね、序盤をやればわかるんですけど、加藤は、プレイヤーがゲームしてることを途中で気づきます。はい、気づくと。あなたはゲームしてるの？私は別の宇宙でさまよってるんだけど、どうしてゲームしてる人が私とこの会話できるの？おかしいわね、みたいなことを加藤言うんです。なるほど、確かにワンショットっぽいね。はい。で、そこから、
まあ、そのいわゆるこれマルチユニバースみたいなその、ね、時空間がね、いろいろあって、加藤は違う宇宙にいるんだけど、時々電話かけてきて、そっちの調子はどうって言って、加藤はなんかその戦闘機のトラブルがあったから、それを解決してあげたりみたいな、うん、その遠隔地でのコミュニケーションでどんどん話が進んでて、じゃあこの世界って一体どうなのっていう大きな謎が、まあ、メインのプロットとして聞いてくるということで。まあだから巧妙な形でストーリーテリングをしてるのでやっぱいいですし、やっぱその加藤がまず可愛いんですよ。結構ね、みんな加藤がいいって言及してましたね。絵はかなり特徴的な絵なんですけど、まあ猫耳少女な感じですけど、なんかその会話もなんか怒ったり笑ったり、かなり喜怒哀楽がはっきりしてまして、音楽も基本的にこのゲーム音楽ないんですよ。ないの？ないんですよ。あ、そうなんだ。で、加藤の電話がかかってきたとき、そのアップテンポなチップチューンが入って、なんかそれがかなり嬉しいという。うん、そうなんだ。それは全く知らんか。僕やってなかったんで。まあ、なんで、非常に小さな作品で、ただ無料の作品なんですけど、まあ、ちょっと手出すにはかなりおすすめだし、日本語がないのがぶっちゃけ残念ですね。ああ、そうね。英語でやり取りしないといけないんだもんね。やり取りというか、もう聞くのか。まあ、聞くの、うん。そんなに難しい英語ではないですけど、まあ、やはりちょっと厳しいので、まあ、極めて日本語化を望む、うん。日本語化したら日本でもかなりファンができるんではないかと。まあ、そもそも、アンダーテールみたいな雰囲気とか、ワンショットっぽいって雰囲気ありますけど、あれ系は日本ではかなり人気なので。うん、うん。まあ、今後ね、もっと日本でもメジャーになってほしいタイトルです。はい。はい、そのあたりですかね。なんか他に気になるのあと1本ぐらいありますか？あと1本、モンケイジかな。僕パズルゲームが好きなのでね。あ、やりました？僕やってますよ。どうでした？これはどういうゲームかっていうと、立方体が置いてあるんです。立方体が、まあ、サイコロが、ね、うん、そうで、それをぐるぐるするとその面に応じて違う映像が見れるんですね。へえ。サイコロで言うと1の面にはまあこういう絵がありまして、2の面にはこういう面がありましてみたいな。で、うまい具合に1の面とまあ4の面とかをこうぴったり合わせるところがあるのね、うん。別の絵だけど合体できる絵があるの。なるほど。そうすると絵が動いて次のシーンに展開していくっていう、まあ、ちょっと変わった不思議系パズルですね。これかなりおすすめ。まあビジュアルも少しおしゃれな感じに凝ってるものですよね。そうですね。まあローポリー系かな、うん、ローポリ系で、うん、なるほど。まあなんかかなりミニマルな設定でそれでゲーム作るのは ややちょっとなんていうか挑戦的な感じしますけど、それで結構ゲームとしていろいろバリエーション作れる感じなんですかね。うん、そうですね。物語がどの程度あるかが分かんないんですよね、やってる感じでは、うん、結構なんかいろんなシーンが出てきて次から次へと展開していくっていうノリだから、そこは分かんないけど、その逆に言うとその分結構いろいろできちゃう。うん、なるほどね。まあ、組み合わせの妙を見るのは結構いいですね。例えばなんかこのパーツとこのパーツ形に似てるけど実際別物だよねっていうのあるわけじゃないですか、当たり前だけど。それを合体させて一つのものとして見せて動かすとかもあるわけで、そしたら自分が想像しなかったシーンが描かれるみたいなイメージですか。そうそうそう、そうそうそう、それが面白いところですね。まあまあ、パズルゲームといえば結構ラブも押してましたよね、千葉さんは。あ、ラブね。はい、ラブ押してます。こちら完成する。ラブもね、ぐるぐるするパズルなんですよね。似たような雰囲気ですよね。ぐるぐるするパズル俺は好きってことになっちゃうけど、うん、あれも一応でもパズルやりながらも結構そのなんか物語みたいなものの描写もうまくやってるんでしょ、ラブっていうので。そうですね、うん、そのアパートを舞台にそこで何が起きたかっていうのをそのぐるぐるしながら見ていくんですけど、簡単に言うと、うん、ただその飛ばすくなるね、現在と過去があるのが特徴なんですよ。さっきのその、モンケージと一緒で、一つのアパートっていう建物、まあこれまあ四角ですよね、結局四角なんですけど、その四角の中に過去を描いてるし面と今を描いてる面があるんです、簡単に言うと。なるほど。でそれをぐるぐるしながら過去と今をつないでどうなったかっていうのを見ていくと、うん、まあでもこの辺りのパズルゲームはある意味インディーの花ですよね。なんかその AAA とかではさすがに作りようもないですし、まあそうね、短くて、まあ、濃密な体験っていうのを目指して、しかもやっぱり皆さん凝った形でストーリーみたいなのもうまく絡めてくるところはありますので、うん、はい、じゃあそんなところで最後にですね、参加した我々のライターからの感想というか、なんかまあ表ではなくまあ感想に近いものですけど、ちょっと
たいと思います。まあ、いろいろな方に参加させて、参加させてじゃなくて、参加いただきまして、非常に助かりましたけど、はい、全部ではないんですけどね。まあ、今回はですね、いろいろ書いてもらっている中では、ヨナシさんとかいっぱい書きましたけど、ヨナシさんはね、基本的にはいつもインディーゲームをこだわってるんで、あんまりインディーゲームに関わってない人のことをあえて読みたいと思います。はい。アデウさんですね、まず。アデウさん。はじめはあまりない機会だし、とにかく楽しそうと聞き、気軽な気持ちで参加をしましたが、膨大な参加タイトル数で頭がクラクラするほどの情報量と、開発者の皆さんの熱量に圧倒されましたと。プレビューで押したタイトルにも興味を惹かれるタイトルが多く、筆者好みの作品、タイムライ、ネオンテイルのほか、こうした機会がなければ普段では拾いこぼしてしまいそうなスペースメックパイロットやクラフトインアビスなどをはじめ、たくさんの優れた作品に出会うことができ、筆者としてもとても大きな刺激になるイベントだったですと。まあ、参加したタイトルの開発者の皆様ありがとうございますということですね。はい。そうですね、タイムライとかね、ネオンテイルはね、皆さんも とてもね、いい作品だと認めてるんだけど、ちょっと有名すぎるとか、そういったこともあってちょっと譲り合いが発生してしまうところもありました。まあ、ありますね。うん。ほんま、タイムラインに関してはすでになんかやっぱり人気作って感じなんですかね。こちら完成させるということもあって、そうですね、僕はクリアまでしてますけど、アップデートもつい最近、秋口に入ったぐらいですし、学生作品スタートだったはずなんですよね。アジア、どこだったっけな。なんか、フィリピンかな。忘れた、うん、まあ、そうですね、アジア圏の方です。あと、マレーシアかな。意外と日本での告知活動とかも頑張ってたり、すでになんかコスプレイヤーがいて、女の子のコスプレイヤーがいたりしてビビりました。主人公の女の子ね。そうそうそう。だから、まあ、長らく、その、まあ、出てまだ経つんですけど、まあ、長く愛されるゲームなのかな。やっぱり雰囲気がね、可愛らしいのがやっぱ魅力なんでしょうね。そうね、うん。まあ、あとネオンテイルも本当に素晴らしい作品で、まあ、まだ完成してないっていうのはありますけど、まあ、早期アクセスが結構続いてますね。まあ、ジェットセットラジオフォロワーというフォロワーやってる人たちはみんなね、これはすごい出来だっていうことは認めてるんですけど、なかなか語りづらくもありまして、まあ、結構複雑なゲームだしね、ゲームのメカニクスとしては。はい、じゃあ次行きたいと思います。はい。次は、まあ、池田さんにしましょうね。池田さんからですね。まずトレーラーをがっつり一通り視聴し、書き手としてもゲーマーとしても興奮しまくりの楽しい機会になりましたと。実際にプレイしてみて、スタートラックス、時をつなぐ手は計り知れない可能性を期待させてくれましたし、ポイント&クリックの掲示物、先ほどのチキンポリスは、はい、足で事件を追うタイプの操作が渋く、尋問パートではうまく質問を誘導することが試され、なおかつシニカルでハードボイルドな、しかもフルボイスの、セリフ回しが印象に残る作品でしたと。で、まあ、池田さんの、出してるプレビューはヘブンなんですけど、ヘブンは、はい、SF 作品で小惑星を舞台にした男女の逃避行を描いています。唇を吹きたくなるようなラブラブ描写が眩しいと。まあ、今回思ったことは、インディーゲームは芳醇すぎるので、もっとプレイする時間が欲しいという嬉しい叫びでした。次回も期待しております。まあ、次回やると決まってませんが、はい、やれたらいいですね。まあ、意外と好評だったので、まあ、ぜひともやりたいですけど、ちょっと運営のね、もうちょっとスムーズなことは考えたいと思います。はい。はい。まあ、やっぱチキンポリスは、皆さんやっぱりやってて、すごくこう、やっぱ好みがある人は好きですね。尋問パート、あれ、面白くできてるか分かんないけど、意外とそこのゲームプレイ、作り込んであったのは面白かったですね。そうね。結構がっちり作り込んでるゲームって感じなんですよね。なんかトレーラーとかではそういう感じじゃないのかなと思ったけど、一発ネタかと思いきや、実際プレイしてみるとなんかガチガチにアドベンチャーやりたいですっていう雰囲気が出てきて、ちょっと面食らうぐらいの。面白いのはだからなんだっけ、 LNR みたいな顔でなんか判断するんではないんだけど、相手のなんか状況を見て質問を変えるみたいなパートあって、ああ、あります、ね、動物だったら顔もクソもないなと思いましたね。いや、あるんだよ。わかるんだよ。そのうち LNR のね、動物版が出て、あ、この動物は今困ってるなとか見てたら面白いですけど、それすごく細かいモーションキャプチャーが必要になってきますね。尻尾とかで見る、分かっちゃうのかな。可愛いですけど、まあちょっとね、耳がちょっとピンってなったなとかあるでしょ、犬だって。まあありますけど、ね、そういうのでわかるんだよ。まあでもなんか結構興奮してるのと怯えてるのが結構同じモーションだったりね。結構難しいですけど。ああ、今鼻濡れちゃってんなみたいな。そういうのでわかるんだ。かわいい。鼻乾いてんなとかね。動物好きにとっては確かにね、興味深いですね。それで見るんですよ。はい。
じゃあ最後は、じゃあ藤田康平さんの文章をいきたいです。はい、藤田康平、翔平じゃなくて康平の方です、はい。膨大な数のトレーラーを見ただけでも制作者のインディーゲームに対する熱意がひしひしと伝わってきましたと。インディーゲームは少ないチームで制作しているにもかかわらず、その完成の高さに一人で驚いています。中でも、アノダイン2、リターントゥーダストやネオンテールなど普段出会わない作品であろう魅力的な作品との新たな出会いは刺激的で、インディーゲームの活気を感じる良い機会でしたということです。はい、アノダイン2はですね、まあ、すでに発売されてるタイトルで、まあ、海外の評価はかなり良かったんで、知ってる人は知ってますが、日本語版のリリースは5月ぐらいでしたかっけ、今年の確かね、そのくらいだと思います。に、アップデートされて、まあ、まだまだ日本のファンは少ないんですけど、こちら、なんかもう、ある意味なんか、インディーゲームの中では対策というか、うん、なんか、やばい作品らしいんで、まあ、詳しくは藤田さんの超長いプレビューを読んでください。なんかまあ1の時もそういうなんていうかメタっぽいなんかゲームだったわけじゃないですか、うん、そのドット絵っていう表現を生かしたあの描写とか含めて、今回はなんかそれに輪をかけてなんかテキスト量がバカになんない量あって、あ、そうなの、かなり難解なんですって。うん、まあ、藤田さんが難解とか言ってるレベルなんで、翔平さんね、うん、小説家がねこの文章はやばいって言ってるレベルの文章なんで、なんかローカライズもすごい気合が入ってて、ローカライズに関してはすごく満足してたらしいですよ。うん、なんか個人的に意外とね FF7 のなんかネタを使ってんじゃないかってところは感じました。どういうこと？まあ、FF7 はまあ今リメイクも出ましたけど、そのいわゆるアバランチっていうその、はい、抵抗勢力と、そのなんだっけ、シンラカンパニーっていう対立があったりします、はい、するじゃないですか。あの対立みたいなのを劇中の話の中に生かしつつ、それは別のなんかその象徴として使ってるみたいなところがあるみたいな。まあなんかその、なんかちょっとだからスクエアエニックスっぽさもあるんですよ。なんかその世界がこのダストっていうのがテーマなんですけど、そのダスト化していくみたいな、はい、どんどんゴミみたいなものになっていくみたいな。そういった意味ではなんかあの当時 PS 初代で出てきた時の日本のゲームの、まあ、パロディっていうかオマージュみたいなものをかなりその抽象的なレベルで表現してるっぽい感じもしてて、うん、まあプレイステーションの昔の雰囲気なんかそのまあ活気があって謎めいてて、まあ場合によってはちょっとなんかいびつな作品だったりすると思うんですけど、そういったものに関心がある人はやっぱやった方がいいし、まあ、あとはやっぱりメタ RPG、まあ、ムーンとかね、はい、まあ、あの辺が好きな人に関してはマストなんじゃないかなと思ってます。あのダインねやってないですよね。いやーやってないですね。インディーゲームフェスティバルか、うん、でその大賞に相当するのに確かノミネートしてたんですよね、去年かな。そうですね、うん、うん、してます。海外ではかなり話題になってたのは覚えてるんですけど、まあでも当時そのいやでも日本語ないからなっつって諦めた記憶はあるんで、まあ今回ね日本語がもう載ったということで、気になって買った人はぜひともプレイしてほしいですね。なんか本当にそのポリゴンのなんかそのテイストも本当にあの時代のやつをうまく再現してて、まあキャラクターが結構不気味っちゃ不気味なんですけど、うんうん、はい、そんなところでしょうかね。まああとは僕がシューティングゲームがいっぱい来たことは本当に予想外に嬉しかったですね。ぶっちゃけ全然知らないタイトルいっぱい来ました。シューティングも？そう、あ、そうなんだ。こんなにみんな作ってんだと思いましたもん。あとやっぱりみんなシューティング作ってる人は、まああまりビジネスとして考えてる人っていうのはあんまりやっぱりいないんですね。まあ売れるもんじゃないんで。だから、この時代が好きだっていうのをやっぱ打ち出してきて、まあタイトル、こういうのがやりたいんだと。タイトルにそもそも1993とかすごいピンポイントでね、言ってきたりね。まあ、あと、ウィング・オブ・ブルーだったっけ？ウィングス・オブ・ブルーという、作品とかに関してはですね、なんかその本当に90年代後半に、まあ、一時期存在した日本のシューティングゲームに影響を受けてるって感じがすごくしましたね。すごいコアなとこなんだね。うん、まあコアですね。なんかまあシューティングゲーム好きな人にとってはこういう作品があったのは覚えてると思うんですけど、まあ、今の人たちがこういうのをなんか目にする機会はないですけど、まあ、要するにアニメ系の女の子のなんかドット絵のやつが出てきて、その色味とかもちょっと派手なんですよ。で、まあ、音楽とかもなんかやたらハイテンションな雰囲気だったりして、まあ、ネオジオのなんか後期とかに出てたものに近いんですけどね。ウィング・オブ・ブルースターですね。いや本当に思い入れがあって、あとスカードロン51ね。
あー、それはあのトレーラーで覚えてます。そう、スカードロン51かなり特徴的だったの。これなんで作ったのかっていうあの気合の感じるやつでも、ビジュアルは確かにすごいですよ。なんかミニチュアが動いて実写取り込みで横スクロールシューティングなんですけど、なんかスターウォーズのなんかその昔のバージョンみたいなやつを本当に見てる感じで、結構そのぐるぐるその回ったりするんですよ、そのあの環境の中をね。これも全てあの後ろのものとかも多分本当に作ったミニチュアで動かしてて、まあ最近このミニチュアとかクレイアニメ風の あのインディーゲームってちょっと流行りあるんですけどね。あのまあそんな、まあそんな中でシューティングゲームでしてくるとは思ってなかったんで、ちょっと驚きましたね。うん。はい。じゃあ、以上、こんなところでしょうかね。インディーゲームウィーク、10月の最終週ということで、はい、まあ、あの時間としてはそれほど長くなかったんですけど、我々としては結構いっぱいゲーム紹介できて、なんか溜まってたインディーゲームを放出できた、なんていうか、爽快感もありましたので、まあ、今回あの参加していただいた、開発者の皆さん、ありがとうございました。いやー、ほんとね、こんなに集まるとは、ありがとうございました。で、あとね、ライターの人たちもこの機会に触れて、あのまあ、やるやる言っててやらなかったものとか、ほんとあったと思うんで、よかったと思います。はい、次回やってほしいっていう意見は結構悪い話来てるんですけど、余裕があったらやります。はい。まあ、なんとも言えませんが、はい、まあ、またあのなんかこういった形でインディーゲームを特集するコーナーを作れればと思ってます。はい、個人的には好きな、ジャンルというかシーンなので。ということで、インディーゲームウィークアワードの発表以上になります。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。